久保さん、今回、火にしましょうか。火。なんかね、久保さんの動画見終わったらね、あの、ニュ,ニュース番組がこう出てきて、これ6月2日、昨日、昨日のニュースで、非道、ロシア軍手当たり次第に攻撃みたいな。ショッピングモール、1000人ぐらいいたショッピングモール、買い物してたショッピングモールにミサイルを落とされて、18人に死んだらしいですよ。 で、50人以上出資、あの、今、怪我してるっていう、ショッピングモール、ミサイルですね。いや、まだもう5ヶ月ぐらいですよね。えぐいっすね。もう正直、その、まあ、僕もね、出た時はね、すげえことやってんなーっつってね、もう区切るように、もうずっと見てたんですけど、YouTube とかのニュースで。さすがに、 もうそんな毎日見るようにならなくなったんですけど、いや、まだやってんだっていうね。まあ世界のどっかではね、未だにそのドンパチやってるっていうね、何なんでしょうね。だからまあこういう、こういうニュースをやっぱ見ると、ね、その、僕たちって、 いろんなことができるわけじゃないですか。いろんなことができるし、なんかチャンスいっぱいあんのになぁと思うんですよね。だから、やれることをとりあえずいっぱいやって、やれない人のことを考えて、やれることだけでもすげえ幸せというかね。うん、まあ幸せと感じることはできないかもしれないですけど、作業やって幸せっていうのはね、あんまないと思いますけど。まあ人生変えたいとかお金稼ぎたいんだったら、やれる、 そ、そこに挑戦できるっていうね。まあ、そこに悩めるっていうこと自体が、ま、幸せであるっていう側面もあるのかなっていう、生きるか死ぬかっていうね、爆弾が落ちるか落とされないか、避難するか避難しないか、怯えて生活するかしないかっていう状態ですかっていう話で、その状態ではないじゃないですか、日本って今。うん、正直まあ、平和、平和ですよね、日本は。どう考えても平和じゃないですか。うん。 なんか平和、すげえ平和なのに、なか僕もねお、お客さんの対応してるとすげえ平和なのになんか、うーん、心は平和じゃないなと思いますね。